おはようございます。時刻は6時半でございます。アリコンピーチャの卵がなんと卵サンドになりました。はい、ということでいただきます。いただきます。ピーチャの卵3つ使ってます。アリコン、これ何ですか？バンブースピーカーじゃないですか、これ、ひょっとして。はい、バンブースピーカーです。使い方教えてください、これ。携帯電話の、携帯電話、あ、それ、そのまま入れます。はい、音はだんだん、これ音、いい音出てますよ、これ。ここから、外して、いいね、もう一回入れて。はい、これはいい。これはいい。バンブースピーカーでした。できてますか？オクラ食べれます？これもらって帰っていいかな？1本。あり、ここにも。ある。2本。あり、ちょっと取って、これ、オクラ。オクラの収穫でございます。真ん中の、なるほど。貯金、もう一個あったよね。もう一個あったよね。オクラの花でございます。いい感じじゃん。日本オクラいただきました。そうやね、これ何？トウモロコシ。あ、トウモロコシ、もうちょっと。枝豆。あ、微妙に来てるね、枝豆。まだこの畑の第一作目なんで、第一作目ね。まだ旗ならし。なるほど。ほんであそこ今土で。そうです。あれは？あれは種植えたんだけど、ちょっと今ね、赤道直下状態なんで、暑い。頭、頭の真上なんで最後で、さすがにやられた。いや、結構大変ですよ、ね。暑すぎるんだ。暑すぎるね。このもみ殻はしょっちゅう巻いとった方がいいんかな？月に1回ぐらい。月に1回ぐらい。あとは、雨で流れたらさ、すごい、かけておかないと乾いちゃうんです。なるほど。はい、ルッコラですか？はい、ルッコラはここ、はい、あ、ここに作ってるの。ちょうど裏だと日がね、当たりすぎないんで。なるほど。これはあんまり日が当たりすぎたらやられることですね。ルッコラでございます。もうこのまま食べれるの？このまま。このまま食べる。いや、これ普通に美味しい。普通に美味しい。食べましょう。普通に美味しい。これ美味しい。これどんな料理にするの？俺こんなん、あんまり食べない。オリーブオイルと塩。オリーブオイルと塩で今。バルサミコを入れたり。普通に美味しい。ありがとう。これもほんだちょっともらって帰るかな。そしたらこれオクラが終わったら、オクラは5、6年ダメ。同じところでね。ダメ。このオクラ終わって次どうします？次、トウモロコシとか枝豆のするか、ピーマンとかトマトにするか。やったらいい。でもあんまり早くなるほど、なるほど。なるほど、なるほど。ほんだこれオクラ終わったら、オクラはダメやけど、トウモロコシとか OK。トマトとか。はい、か反対にこのトウモロコシの後は、トウモロコシの後は、オクラでも大丈夫だし、大丈夫。ピーマンとか、トウモロコシ、ナス、大体大丈夫。アリさ、今キャベツやってるやん。キャベツの後はどうしたらいいかな？キャベツの後どうしたらね、そうそう、だからそれこれやった後次どうするかと考えなかでね。とりあえず今初めてやから何でもやってるけど、はい、その後どうする？じゃがいもの後とか。じゃがいもの後は厳しい。厳しい。ちょっと置いとかなあかん。じゃがいもの取った後はちょっと置いとこう。なんか育てられるやつを調べて。調べてね。人参も入れてたもんな。人参の後も厳しそうやね。人参の後は大丈夫。大丈夫。人参の直後は大丈夫。大丈夫。じゃがいもが結構厳しい。厳しい。それをちょっとあれ調べてな。はい、連作紹介。調べます。いや、パパイヤ発見しました。
もうこれ食べ頃違うの？まだまだ、あ、まだ早い、まだまだまだ大きなる、まだあのいや大きなるっていうか、うん、色がもうちょっと黄色くなって、ああ黄色くなってから、はい、あこれはちょっと待ちましょう。でこれも大きくなりすぎたらこうやって切って縛っておくと、ここから新しいのが生えて取りやすくなるんです。あそうやな、うん、伸びすぎちゃうと、はあ、切った方がいいですよ。これはもしこれ実取るじゃないですか、うん、もう切るの？あのいや、あの大きくなりすぎたら、ね、大きくなりすぎたね。そうするとまた違うところからこうやって生えてくるから。なるほど、取りやすいということか。取りやすい、あのまま放っとったらだん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 上上がっていくから取れない。なるほど。バジル、バジルよこれ。バジル、あれ昨日食べたバジル、ひょっとして。あ、ミント、バジルの香り覚えとかなきゃ。どんなちょっと匂い嗅いで。もうハーブいっぱい植えてるんですけどね、何が何かわからない。だんだん最初に聞いとってんけど、これナスの苗木ですね。これナス、大きくなったらあっち行く。そう、これはこれあのケール、チャイニーズキャベツ。あ、チャイニーズキャベツ、青汁とかに使うやつ。うん、これも大きくなったらあっち、うん、種からここまでやってんで、ちょっとずつをこうやっていくってこと。うん、まあ季節によってですよね。そのまま植えられる季節はいいけど、今はもう日差しが強すぎて、暑すぎる、うん、日陰で発芽させないと。なるほど、あ、でこういうとこ置いてんねんね。そうそう、難しいな、あれな。やってるなら大丈夫だよ。大丈夫。これはお花のスパイラルガーデン。はい、そうです。ハーブじゃないんだ。ハーブにしてちょっとね、日差しが強すぎる、強すぎる。でこのね、いやさっき言うとってんけどね、うん、このスパイラルガーデンは、はい、右巻きがいいの？あの こっち向き、こっち向きですよ。あ、左巻きこれ、うん、え左、これ左っていうの？こ、あ、え、これって右向きっていうの？これとにかくこっちです。これがいいの、うん、反対向きはあかんってこと？反対向きにすると、うん、下向きのパワーが働くっていう。あ、そうだ。でこれ南半球と北半球と逆？いやー多分同じだと思う。同じ、うん、これは上向きのパワーっていうことやね、このスパイラルは、うん、そうそう。だってそうじゃないね、うん、南半球と北半球で違うんだったら、うん、赤道付近、ここ赤道付近なんだけど、ね、どうすんのって話。そうですよね、便器のこれの、あ、そうそうそう、都市伝説と一緒で、そう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 、赤道付近は回んないのかって話になってくるんで。これはこの向きが正しいことやね、右回りやね。そう、そうすると上にこう、うん、なるほど、はい、なるほど、スパイラルガーデンです。はい、うん、反対側じゃダメってことはないと思います。うん、あえて2個これを作ったら1個反対側を作るとか。あ、そう、うん、全部バランスです。あ、そう、2つ作る場合は1個反対側でもいい。ああ、そう、反対向き、はい、の方がいいと思います、逆に。なるほど、うん、面白いなこれ、スパイラルガーデン、はい、ありやってな。じゃあテレビでやってや。はい、キュウリ発見いたしました。アリクもキュウリやってましたよね。これ自培にするんですね。頭ちょん切ると下から生えてきて、それを這わせると。あ、そうやの、はい、ここを使うと。ああ、こうずっと張っていくの？そうじゃないと場所食うんですよ。まだ畑作ってる最中でしょ。ああ、そうやって育てると。スイカでもいいんですよね。あ、スイカでも這わしていくの？うん、そう。はあ。一番上の端っこに置いて。なるほど。そうすると。キュウリは端っこや、あり。端っこ這わす。うん。上大変。上大変。大変。大変やって。這わそう。スイカしよう、今度スイカ。へえ、トマトだんだん大きくなって、トマト来ましたね、はい、これミニトマト、これは大きい、でかいでかいトマト、はい、でっかいトマトでございます。こんな感じでございます。これも何か出てくるんかな。それはトマト疲れてるやつ。疲れてるトマト、うん、こっちは疲れてないと。へえ。それではバイオフィルター、はい、上にお風呂あったもんね、トイレも。お風呂もトイレもあって、あって、台所も全部この二層式の浄化槽にまず入る、流れます。はい、はい、ここに入る。そっから、はい、ここ溝になってるんですけど、溝になってる池、うん、このここをずっと流れて、うん、流れていく、はい、自然の力で浄化されて、はい、そうですね。あれ何ですか？あれ、あのタロイモって言って、芋なんですけど、勝手に生えてきた雑草。勝手に芋が生えてきた。雑草です、これ。雑草が生えてきた、はい、雑草がここまでなった、はい、この雑草が汚い水をきれいにしていく。そうです、はい、でここに来て、これレモングラスなんですけど、レモングラス、はい、ここに来て、ここに来て、はい、でこのパイプを通って、パイプを通ってこっちに来るわけですね。はあ、
これ石とか掘り込んでるの？そう、石の下を水が流れてる。流れてる。で、はい、ここで浄化していって、はい、上に来るとね、うん、あの蚊が発生するでしょ。なるほど。石をいっぱい入れて下を流すんだ。なるほど。はい、ずっと。あ、なるほど。レンガとかも入ってますよ。はい。で、これは何でしたっけ？水草。水草はね、あの水温が上がりすぎないように入れてるんです、うん、あ、なるほど。水草入れると水温が下がる。はい。でここで綺麗な水になって、そうです、魚が住める。 魚泳いでるやん。はい、はい、魚が住めるぐらい。この魚は勝手に来ないよね、うん、あのオタマジャクシは勝手にね。あ、オタマジャクシは勝手に来る。オタマジャクシを食べてもらうために金魚とか熱帯魚、うん、そのまんま入れて、いや、めちゃくちゃ泳いでるやん。そう、トイレの水が、はい、臭くない、はい、臭くない。ただ洗剤とかをケミカルなやつ使うとこういうふうにはできないんで、うん、洗剤とかもナチュラルなやつをやっぱり使う。あ、なるほど、なるほど、はい、方がいいです。へえ。自然浄化システム。自然浄化システム、はい、ね、魚泳いでますからね、はい、トイレの水から。そうです、素晴らしい、はい、ただいま1キロ5万ルピアのジャテリーコーヒーの豆が入りました。これは美味しいですよ、ジャテリーコーヒー。これで5人分か6人分ぐらいいけるの？今2杯ぐらいで。これで、あのポット1杯やから、うん、4、5杯できる。あ、できるんだ、うん、へえ。結構大変そうですね、これ。かなくね、するの結構時間がかかる、ね、これいいトレーニング、パドリングのパドリングだけで、ね、ジャテルイコーヒー、少々お待ちください。はい、入りました、ジャテルイコーヒーです。あ、じゃあいただきましょう。これジャテルイコーヒーですよ、ブラックで。どうですか？はじめまして。はじめまして、奈良か、奈良のからやってまいりました、はい、コスプレヒーラーのプリシナでございます。コスプレヒーラーでございます。ヒーラーですよ、ヒーラーで、まあ、プリシナさんで、はい、じゃあ、ジャテルイコーヒー、ジャテルイコーヒー飲んでください。1キロ5万ルピアのジャテルイコーヒー。なかなか400、なかなかマンダムで。マンダム、マンダム、マンダム。どうですか、ジャテルイコーヒー。あ、美味しい、美味しい、美味しい、はい、うん、マンダム。じゃあジャテルイコーヒーを皆さんでいただきましょう。いただきます。あ、味が濃いのに胃に優しい。あ、なるほど。朝は最高。朝はいい。味が濃いけど胃に優しい。さすが、違いの分かる方は違いますね、いうことが。そう、そっから、そっから入る。そう。多分肘打ちで返すんかな、あれ。どうする？もしあれだったらどうする？もう一回、もう一回、うん、ゆっくりやると死ぬよ。あ、早急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 です。すごいね。あり、危ないね。